ありがとうございます。令和新選組の山本太郎と申します。私と一緒に横に立ってくれているのが、座間市議会、座間市議会で28年、この座間市のために汗をかき続けてきた沖永明久議員でございます。で、私の中では政治の師匠と、筋道をどう通すべきかということに関して様々ご助言をいただいた方でございます。で、ご質問ありがとうございます。皆さんの中で自分が死ぬまでの間、自分自身が死ぬまでの間に何の障害も負わないという約束をしてもらってる人どれぐらいいらっしゃいます？そんな約束してもらってる人います？いませんね。つまり何かというと、私自身も今ここでの、トークセッションを終えた後に家帰るまでの間に何かしらの事故に巻き込まれ寝たきりになる可能性もあるわけですよ。それだけじゃない、あれだけの妖怪だらけの永田町の中でいじめられ続けて、ひょっとしたら来月あたりにメンタルに来るかもしれない。つまり何かって言ったら、人間は一寸先闇なんですよ。何の約束もしてもらえないんです。そう考えた場合に、たとえ自分がどうなったとしても必ず手を差し伸べてくれるのが国であり自治体であるというような社会を作りたいと思ってるんです。で、私たち令和新選組には2人の重度障害と1人の ALS 難病患者、この3名が国会議員でいるんですね。で、とにかく、この方々の生活っていうのは今国会議員になって安定はしてますけれども、これ国会議員でない時には大変なやっぱり生活なわけです。で、誰しもが障害を負う可能性があるならば、どんな状態になったとしても 100% その人生をしっかりと生きられる、謳歌できるというような社会に変えていくのが、これみんなにとってのこれ安全保障じゃないですか。そう考えたときに、今あるシステムであったりとか、さまざまな年金であるとかっていうことだけど、足りてない。しかも物価が高くなってるっていうときに、そこをもっと増やすとかもしない。これギリギリだったら生かしてやってもいいよっていう、まるで国からの恩情のような形で与えられてしまってるってことなんです。それおかしい。たとえ障害があったとしても、その自分自身に、足りていないと考える部分は、これは底上げがされると。いう形になっていけば、これこの国に弱者と呼ばれるようなものはいなくなるんですよ。弱者を作り出しているのは何だっつったら政治なんです。そういう底上げの仕方が必要になっていくだろうと、今さまざま受け取ったことに関して、私たちの議員にもこれ共有していきます。彼らはもうすでにおそらくそういったことに関して意識があって、厚生労働委員会とかでもいろいろやり取りをしてますけれども、改めてまたそれを伝えたいと思います。沖永さん、お願いします。補足の情報提供ですけど、相模原にお住まいだということで、相模原市にはですね、令和新選組推薦の長谷川久美子さんという女性の市会議員がおります。ぜひその障害手当の件に関しては、ぜひその長谷川さんとか一緒に話していただいて、しっかりと声を上げていただければなというふうに思います。曲がったことが大嫌い。それは沖永さんもそうです。で、まっすぐちゃんと仕事してくれる、そういう議員は座間市に沖永さんがいるんですけど、相模原にもいるってことです。長谷川さん、お願いします。ぜひ、はい、ご紹介します。相模原の方です。すいません、なんか割り込んでしまいまして、とんでもないです。すいません、山本太郎さんにもいつも大変力をいただいていますし、隣の沖永明久さんとはいろんなことで共同させていただいています。まあ本当に相模原の皆さんには、私は今日も実はご相談がありまして、それでちょっとここに来るのも遅くなったんですが、今もちょっといろいろとお話をしているところででした。ごめんなさい、なのでお話とんでもないです。はい、ですね、障害年金であったりとかっていうものが、はい、そうな、今もその話を私は苦情をお受けしておりまして、実は相模原市がずっと他の自治体が廃止した後も、いわゆる在宅の重度の障害の方たちに福祉手当をずっと支給してきました。ところがそれをですね、今年半額ですかね、今年度半額にして来年廃止するという、そういう条例が、3月でしたか6月議会で、無理やり通りました。で、私たちは反対をしました。ただ反対したのは私たちと共産党の2会派だけで、立憲民主党も直前までですね、障害者団体の方たちの署名とか、その署名集めにも協力されてたんですよ。だから私たちは立憲さんも反対してくれるんじゃないかと思っていたんですが、まあ残念ながら
賛成討論に回ってしまって、結局私たちと共産党さんだけは反対討論して反対したんですがということで通っちゃいました。でもですね、皆さん、ここで今市がその元になった廃止をする元になった行革プラン、行財政構造改革プランってご存知ですか？それを今年度いっぱいで廃止するんです。なくすということを今回の9月、定例会の時にそのことを表明して議会に説明をしました。まあ、それを受けて今相模原市の貯金が財政調整基金が288億になった、それと財政健全化ができほぼできてきたということで行革を廃止することにした。何それっていうふうにちょっと非常に私たちは衝撃も受けたし思っているんですが、ただこのタイミングで廃止をした行革を廃止するということはですね、今重度障害者の皆さん、福祉手当を受けていらっしゃる皆さんに抽出ですがアンケートが行われています。で、そのアンケートの結果を受けて今後本当に困っている人、これがなくなってしまったらどうしていいかわからない方たちにはそれなりのことを考えなきゃいけないというふうには答弁しています。で、私たちは個別給付は必要だと思っています。必要な人たちがいると思っているので、そこは私たちはまだ諦めておりません。ですのでぜひそこは諦めずにですね、言ってください。何ができるかはまだわかりませんが、やっぱりね、諦めない、こういうことが大事だと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あとお二人いらっしゃいましたよね。じゃあ先にすいません、申し訳ないです。